ミナスズノリは、大韓民国のキリスト教思想家、独立運動家、平安福土生まれ。1917年に結婚後、1919年に、ピョンヤン高等普通学校の生徒となるが、高市実学校のミナスズクモラに影響され、3.1、独立運動に連座、反省文を書けば許すという、日本人校長の態度に立腹、学校を追放される。その後、 1921年に、鄭州の五三学校へ、みな鈴系の紹介で、編入。1923年に卒業後、東京高等師範学校へ進む。1924年には、内村勘三と出会い、多大な影響を受ける。1928年卒業と同時に帰国して、母校の五三学校にて、朝鮮市の教師を務める傍ら、 1934年から1935年にかけて雑誌、聖書朝鮮に聖書的立場から見る朝鮮誌を掲載する。しかし、1938年、学校での日本語使用を拒否したため、教職を追われる。1942年5月、聖書朝鮮158号別館に掲載された、とむらいかわずという近況心の動画が問題となり、 清書朝鮮事件が起こった。これによって同志は廃管を余儀なくされた。この事件によって西大門刑務所で1年間服役した。1945年8月の朝鮮解放以降は、主に故郷の平安道を中心に活動していたものの、朝鮮労働党によって反共産的であるとして東国、朝鮮戦争の勃発に伴い、富山へ脱出する。以降、 宗教者としての講演会をたびたび行っており、1956年からは雑誌、思想会で論客として活躍する。1961年、第二共和国総理大臣、張津との国土建設団に教育大臣として、招聘されるが、牧政機がクーデターを起こして、第二共和国が崩壊したため、再びのに下ることとなる。 李承晩時代より自由党の反独裁にことを唱え、民主化運動の先頭に立ったため、何度も投獄されている。1970年には、仏教像の方いただきらと全身的評論雑誌、シアレソリを発刊するが、全都艦政権の言論党配合により1980年に強制廃刊された。ノーベル平和賞候補に二度選定され、聖書のみならず、東洋、 西洋の古典を広く勉強し、独自のシアル思想を提唱した。この用紙は非暴力民主主義ということから、韓国のガンジーとの異名もとった。1989年ソウル大学病院にいて89歳で死去。ありがとうございます。